岸田総理大臣は中国の習近平国家主席と就任後初の電話会談に臨みました日本政府は会談の内容をまだ発表していませんが中国の人民日報は電話会談について速報で伝え習主席は現在の日中関係についてチャンスとチャレンジに直面していると指摘しましたまた来年が日中国交正常化50周年を迎えることに触れ 両首脳がさまざまなルートでコミュニケーションを維持することで同意したと報じています岸田総理はインドのモディ首相とも就任後初の電話会談に臨んでいます